議案第35号平成24年度明石一般会計予算の歳議について条定議題に供します。平成24年3月26日に議決いたしました議案第35号平成24年度明石一般会計予算については、泉市長から地方自治法第176条第1項の規定により歳議に付されました。それでは市長から歳議に付した理由の説明を求めます。泉市長。市長。市長。市長泉。私の方から歳議についてのご説明申し上げます。詳しい理由は歳議書記載のとおりでございます。ただ一点、今回の予算は市民の皆さん、議員の皆さんと一緒に共に作り上げてきた予算であると認識しており、市民の理解と納得も得られるものだと認識しております。どうかよろしくお願いいたします。以上でございます。以上で説明は終わりました。なお法案に対する質疑につきましては通告を受けておりませんので、これを終結いたします。お諮りいたします。法案につきましては都合により関係委員会への付託を省略したいと思いますが、これにご異議ございませんか。ご異議なしと認めます。とって法案は関係委員会への付託を省略することに決しました。次に法案の討論に入ります。通告を受けておりますので発言を許します。辻元達也議員。議長。辻元達也。私は日本共産党議員団を代表し、意見を述べ態度を明らかにするものであります。昨日修正議決された平成24年度明石市一般会計予算のうち、本日歳議に付された中学校給食導入にかかる経費のうち、給食施設実施設計委託に伴う経費4000万円、広報刊行物発行事業にかかる経費3035万6000円、明石市スポーツ振興基金積立金4000万円をそれぞれ減額削除することについては、すでに3月定例市議会において慎重審査を経て出された結論であり、妥当なものであると考えます。以下改めて見解を述べます。給食施設実施設計委託に伴う経費については、昨日の修正動議提出理由説明でも述べられたとおり、中学校給食の早期実現への思いは議会も同じであります。しかしながら中学校給食をいまだどの方式で行うのかが決定していない現状で、センター給食ありきの予算が計上されていることについては異議を唱えるものであります。市長は市民から早期実施を求める声があると説明しますが、果実市民から中学校給食を自公方式で行うことを求める要望書が4800名分の署名とともに提出されたところであり、市長の進め方すなわちセンター方式ありきの進め方に異議を唱える声が多数寄せられていることも事実であります。またこの度の予算修正について支持するとの声が市民から寄せられており、今回の判断は妥当であると考えます。さらに本日議会の反対を無視して発行された広報明石臨時号では、センター方式がベスト、明石では他の方式は困難との見出しで4つの方式についての説明がなされております。これは市民への情報提供は
結論を誘導するようなものにするべきではないとの議会の意思に反するものであり、ルール違反であります。したがって、このような手法は容認することはできないものと指摘しておきます。広報刊行物発行事業にかかる経費については、広報の充実の必要性は理解するものの、現在2色刷り8ページのものをカラー12ページにすることは全く別の話であります。最近の広報明石の内容には、行き過ぎたものがある、市長の私物化ではないか、など、様々な声が寄せられています。まずは、編集内容を見直し、充実するべきであります。明石市スポーツ振興基金積立金については、設置目的について理解できるものの、財政が厳しい中で、その使途が不明確な現状において、5000万円もの積み立てを行うことは理解できません。今後、使途等については、市民的議論を進め、基金の在り方を含め、積み立て金額についても検討するべきであります。以上の理由により、昨日可決した修正動議3件については、議会の冷静かつ良識のある判断であると確信しております。ただし、議案第35号平成24年度明石市一般会計予算を先の議決の通り決することについては、昨日提出した予算の組み替え動議及び明石駅前南地区市街地再開発事業に要する経費を全額削除するための修正動議の提出説明で明らかにした通り、問題あるものと考えます。よって、本案を先の議決の通り決することについては、改めて反対することを表明するものであります。最後に一言申し上げます。市長は議会と一緒に予算を作ってきたと説明していますが、一緒に作ってきたのなら、このような結果にはならなかったはずであります。昨年の6月議会を思い出してください。市長は69票差という歴史的選挙結果を市民からのメッセージとして受け止め、市政の改革は進めなければならないけれども、きちんと聞く耳を持ち、議員各位やさまざまな立場の方々と協調した上で、安定した市政運営にも努めてもらいたいという市民の皆さんの思いが反映された結果だと考えております。選挙で示されたこの思いを踏まえ、これまで以上に議員各位をはじめとする市民の皆さんのご意見に対し、真摯に耳を傾けるとともに、私自身が大切にしている市民目線での市政運営に取り組んでまいりたいと述べました。この間の議会対応やさまざまな機会における言動は、当初の発言からは想像できないものばかりであります。市長、あれからまだ1年も経っていないのであります。議会の判断を真摯に受け止めるとともに、これまでの対応について、昨日議決した泉市長の議会対応に対し、反省を求める決議の趣旨も踏まえ、猛省すべきものであることを改めて申し上げる次第であります。以上、意見を申し上げ、討論を終わります。以上で討論を終結し、これより採決に入ります。議案第35号平成24年度明石市一般会計予算の歳費について、先の議決の通り決することについては、地方自治法第176条第3項の規定により、出席議員の3分の2以上の同意を必要といたします。この議決には議長も表決権を有します。ただいまの出席議員は議長を含め30人であり、その3分の2は20人であります。本案を先の議決の通り決することに
ご賛成の方はご起立願います。起立多数お座りください。ただいまの起立者は所定数以上であります。よって議案第35号平成24年度明石一般会計予算の歳議については先の議決のとおり決しました。以上をもちまして今回召集されました本市3月臨時市議会に付議されました案件は議論いたしました。それでは以上をもちまして本日の会議を閉じ、合わせて今回召集されました本市3月臨時市議会を閉会いたします。ご苦労様でございました。